皆さんこんにちは、ワンダリグルミジです。今回は、アーツ・オブ・アイアン4現代モッド、ロシア・プーチン編、続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナ、フィンランド、日本と順調に併合を行ってきたところで、いよいよ、アメリカをはじめ、NATO が参戦。ロシア側には中国や、NATO 加盟国であるトルコなんかが加勢をしてくれて、第三次世界大戦という状況になっています。その後もですね、バルト三国併合作戦、順調に進んでいたんですが、いよいよをもってアメリカ軍が到着。一気に押し返されているというのが現状です。なので、アメリカ軍が参戦してきたことで、この後戦況が悪化すると思うので、そこをどううまく振る舞っていくかっていうので、ね、念頭にプレイをしていきたいと思います。ではまず各戦線ですね、簡単に戦力の状況をご紹介しておきましょう。まずバルト三国、ここの戦線にはスペツナズをはじめ合計で45師団ほど配備してあります。全戦力の3割ぐらい配備してある状況ですね。続いてポーランド戦線ですが、ここは旧ウクライナとベラルーシに渡っている戦線です。ここにも25師団ほどを配備してあります。そしてルーマニア戦線、ここにも20師団弱配置してあるという状況です。その他日本の併合後、まだ間もないので日本に駐屯している部隊や、その他の領域に展開している部隊なんかもいるので、もう予備の戦力が全くないという状態ですね。厳しい戦いになると思いますが、ゆっくり時間を進めていきましょう。まずですね、ちょっと有利に戦える可能性がある領域としてはですね、ルーマニアの戦線なんですが、ウクライナとの国境沿いではなくて、ノボロシアがウクライナから奪っていた、ここですね、オデッサから侵入するルート。ここは、NATO の防衛戦力が少ないので、ここはね、一つ突破できる可能性のあるルートになっているので、ここはね、積極的に攻勢を仕掛けていきたいと思っています。船を作るのは一旦やめています。輸入できるのがですね、もう中国ぐらいしかないっていう状況なので、あまりね、潤沢に資源が用意できないという状況を鑑みて、船を作るのを一旦やめてます。これがね、基地と出るか、京都出るかというところですね。非常に厳しいのがこのバルト三国ですね。アメリカ軍なんかが参戦をしてきています。注意してこの戦線は見守りましょう。オデッサから侵入した部隊ですね。これを一気に、ルーマニア全域へと進軍させましょう。ここでルーマニアが降伏してくれると、また、敵のね、裏が取れるっていうことになるので、だいぶね、戦況が改善できる可能性が出てきます。一方厳しいのがやっぱりこのバルト三国ですね。ここはアメリカ軍、イギリス軍をはじめ、NATO 軍の主力が集結しているところですね。で、ご紹介していなかったんですが、ノルウェーですね。ここにもですね、数は少ないながらも師団を派遣してあります。なので、ノルウェーもね、一挙に殲滅しましょう。ノルウェーも NATO 加盟国です。どうしてもね、この、有利に戦っているところばっかりに目が行きがちになってしまうんですが、やっぱり今、注意して見ておかなきゃいけないので、どちらかというと、バルト三国の戦線なんですよね。あと、ベラルーシが未だに参戦してこないっていうのもちょっと気に入らないところですね。リガに部隊が取り残されてるな。ちょっとこれリガから一旦、退避させましょう。しょうがない。これリガでね、孤立して、11師団が消えてしまうのは痛すぎるので、一旦リガを放棄して、部隊は撤収させます。さあ、ベラルーシが参戦、ようやくしましたね。ここまでのらりくらりと、我々の要求を全く飲んでこなかったベラルーシが、ようやく、参戦を決めてくれたんで、
ベラルーシからも軍を展開させましょう。まあ、逆に言うとね、ベラルーシから侵入される恐れもあるので、まあ、危険ははらんでるんですが、ベラルーシとポーランドの国境にはあらかじめ部隊を配備してありましたので、これを使います。オデッサから侵入した部隊は順調にルーマニアを蹂躙してまいります。一方厳しいのがこちらバルト三国の戦線ですね。予備の部隊が、まあ、ほとんどいないと言いつつ残っているトラノコの24師団、これを、ちょっと今移動中なので移動が完了次第ですね、この戦線に投入しましょう。中国も参戦はしているものの自国の防衛に徹していてですね、なかなか軍を切ってこないですね。さあ、ようやく待ちに待った中国軍が軍を送ってきましたね。特にこの有利な戦域に送ってくるあたり、まあゲームではありますけど、まあ、いかにも中国らしい動きですよね。このオデッサからの侵入ルートに中国軍が部隊を送ってくれてます。バルト三国の方もですね、押されていた戦況なんですけども、 NATO 軍の足が止まりつつありますね。これうまくすればビルニュース、ここを取ってリトアニアをね再び戦火に落とし入れることができるかな、そう思います。なのでここ重要な一つのねターニングポイントにできるように注視していきましょう。さて他国の状況を見ておくとですね、まあ、トルコがギリシャに向けて進撃中です、イランもイラクに向けて進撃中、これいずれも味方ですね、しっかり戦ってくれてます。中国軍はトルコにも部隊を送ってくれてますね。中国軍が頑張ってくれればまだまだこの戦況ね、好転できる可能性もあるし、ご覧のようにルーマニアの戦線はね、かなり有利に進んでいます。このままルーマニアが屈服してくれればまた勝利へ一歩近づけますよね。さあトルコ、北朝鮮、中国の部隊が退去して入ってきました。これかなりの数ですね。本当に欧州、ヨーロッパが対戦になってきたのと同時にかなり重くなってます、ゲーム自体が。かつてない規模の師団の数でしたので、これで展開しているのが。さあ、北朝鮮、トルコ、中国、この辺りが参戦して、ルーマニアが、まあ、本当にね、敵に味方が入り浸れる乱戦状態に突入してます。すごい状態ですよね。バルト三国の方は相変わらず状況変わらずですね。アメリカ軍がなんとなんと上陸されてる。アメリカ軍に上陸を許したか、これ危険だな。急いで部隊を送りましょう。アメリカ軍に上陸を許しました。フィンランドですね。いや、これは転換期にならなければいいなという感じがちょっとしますが、ま、とはいえ現状は、ま、このルーマニアがねほぼ蹂躙し尽くすことができそうなので有利だというふうにお伝えをしておきます。まずですね、イラクが降伏しました。イランの攻撃を受けて降伏ですね。まあ、まだまだ予断を許さない状況ではありますが、今回はね、じゃあ一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。